ははいいさんんどうもこんにちはお久しぶりでございますえー、小林先生の今週の一冊の第409冊目になりますけどもえっ、ー、と前回やったのは6月の終わりでしたねあの原先生の本を紹介したんですけども、えー、そこから3ヶ月あるいは3ヶ月以上経ってしまいましてどうも皆さんご無沙汰してます別に脳梗塞になって入院してたわけじゃありませんので、えー、まあ理由を話すといろいろあるんですけども、えー、まあちょっと仕事が忙しかったっていうのはこの配信の時間があまりなかったんですね。 それとも,もう一つはそのこの配信のやり方そのものについてちょっと試行錯誤する時期っていうかまあちょっといろいろ検討することもあったのでまあそのこともちょっと加味してあのどうやっていこうかなってことをちょっと考えた時期でもありましたえということがあってそれからもう一つはあの今今日はこれイリア君が出てますけどもいつもあのギリギリソフィア君がちっちゃいソフィアちゃんがえここに登場したと思うんですけど彼彼女はえ7月28日にですね ななくなりましたので、えー、それもあって、まあ、あのそんなに元気なくなったわけじゃないんですけどもまあ、そういうことがあってちょっとなんかいろんなこと配信するのが嫌になっちゃったということもあってですね、えー、ちょっと配信が途,途絶えてしまいました。 で、あの全今まではこう三十分以上ですねかけて一冊の本についてこういろいろかなり細かいことをその作者が書いたいろいろな本とかねそういうものを含めてあのお話をしてたと思うんですけども、まあもともとこれは山図書館で僕の勤務先に山の図書館でやった時は、えー、一冊につき十五分だったんですね。では十五分の砂時計を用意してその砂時計が15分分の砂が落ちるところを まあ、あの最後の時間としてそれで終わらすっていうやり方をしてたもんですから実際これ今岐阜県図書館でやってる大人のための「ブックトークっていう企画でも同じような砂時計を落としてやってるんですねえただその岐阜県図書館では3冊の本を、えー、紹介しますんで、まあ、そういうことで、えー、1冊15分ずつ3冊っていうことで。 紹介させてもらってますそれでまあこの、うん、YouTube の配信だけは30分っていう時間まあ30分以上もあったけどね時間かけてやってますからまあみっちりじっくりいろいろできるしお話もできるんですけども一貫せん長いと。 いうことがあって別にどなたからも文句を頂い,いたわけじゃありませんよ。僕自身がちょっと上長かなって気もしたので、だからこれはやっぱ同じようにですね、15分という時間で、えー、お話をあのまとめたいと思います。まあ、それで決して内容が薄くなるとかですね、内容が短く、まあ内容は短くなるんだけど、物理的にはね、短くなるんですけども、まあ、それが。 劣った内容になるってことはないような工夫をしたいと思います。そこで一つ考えてるのはそのいろんな本を紹介しますよね。えー、例えば今日なんかこの坂本龍一さんが亡くなりましたから、坂本龍一さんの坂本図書って本を えちょこっと紹介したいと思うんですけどもまあこれに関しての本でここに何が書いてあるとか、えー、この本の中ではどういうこのどういう読み方をすればいいかってことはあんまりお話ししないかもしれないしないかしないかしないかと思いますね、えー、むしろこの坂本図書っていう本を中心にして例えば坂本さんがこの本の中でまあ36冊ぐらいの本を紹介してるんですけどもこの本1冊1冊についてはしゃべれませんがどういう本を紹介してるかあっ,ったらその本についてのお話とかそういうふうにちょっとあの こう路線を分けてですね、あるいはあの、まあ、ちょっと脱線をしながらお話ししていくって十分にしたいと思いますので、今までやってたちょっと一冊の今週の一冊とは少し流れが違うかもしれませんが、えーまあ、あの今まで見ていただいた方、どうもありがとうございます。これからもですね、まあ、全くあの予想はあたにということは全くありませんけども、409冊目ってことで、まあ、目標の500冊まで、えーまあ、あと9一冊かな、99冊かになりますので、まあ、ちょっとそれを目がけて、 だから約2年ぐらいですね、目、えー、がけて頑張りたいと思いますんで、その辺のところよろしくお願いしたいと思います。なので、まあ、今日、今1匹となっちゃいましたけど、イデア君とものもですね、イデア君、昨日病院行って体重を測ったら6.9キロでしたね、100グラム痩せたね、よかったらね、7キロでしたからね、なんですけども、まあ、相変わらず、彼は元気でやってますんで、ソフィアはちょっとやっぱり、腎臓がもともと悪かったもんですから、まあ、1月からずっと既得状態にあってね、 で毎日背中に勇気を入れたりとか、えー、食べ物とかを全部シリンジで、ね、口の中に入れたりなんかしてたんですけども、えー、結局、まあ、そう薬効のせきなくですね、えー、残念ながら亡くなってしまいました貧血。最後は貧血だったかな。まあ、そんなに苦しまずに亡くなってたんですけども、えー、いうことがあったので、まあ、ちょっとこれからは一人と一匹、二人でね、えー、頑張ってこの更新札を届けていきたいと思いますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい、いいでくん、どうもありがとうね。はい、バイバイ。じゃあ、またね、はい。はい、どうもありがとうね。 と <laughs> ということなんですねだから、まああの、あんまり方針としてはそんなに変わってないんですけども、まあ、ちょっと自分、気分的にちょっと変えていこうかなってことがありましたね、まあ、あとは忙しいっていうのがあったんですねあの、8月、9月は特に秋田県の方に行ってまして、土方み関係の踏のまの、あ、フェスティバルとか、武藤の公演が100公演ぐらいあったんで、まあ、それは僕は全部は見てませんが、その一部をです、ね、見てて、まあ、秋田に1回往復、2回、2往復したんですね。 ニューヨークと秋田も出かけて、講演をしたり、あるいは対談を、ね、したりして、すね。で土、まあ、方の理解を深めるということをしてました。ええー、まああのはもちろん、土方ダンスっていうかな、舞踏というもの、土方舞踏というものを継承して踊る人はいっぱいいて、プレイヤーはいっぱいいるんですよね。いや、そう土方舞踏をある程度理論化するというか、概念化するというか、そういう形で土方舞踏を語るという人は実はあんまりいないんですね。で本もそんなにたくさんはないんですね。 結局今土方摘みやめる舞姫なんて本を、えー、みんなで読んでるような形になってますからだからそういうことも含めて土方についてちょっと語っていこうってことをやるために、まあ、秋田に出かけていったんですねそれもあったりまああといろんな行事があってですね実はそんなに時間がなかったっていうのかな、まあ、忙しかったっていうのがあるので、まあ、その辺はちょっとご迷惑をおかけしたかもしれませんけども、えー、あんま迷惑じゃないですかね あの見てないか、ちょっとあの実はリハビリに僕はね、学習で行ってるんですけど、リハビリ行った時のの R 先生に、あの最近、YouTube 全然更新されてませんねって言われてびっくりしたんですね。で彼は毎回見ててくれたみたいで、まあ、それはもちろん1個は僕がこうやって喋ってる時の、えー、喋りの度合いですそね、そのリハビリの進行具合みたいなものをチェックしてくれてるんだろうと思うんですけども。 えー、その一方ではあの、ちゃんとそうやってね、あの僕のに、まあ、関心を持って、なんか、僕が話したどんな本かわかりませんけど、については、えーまあ、あれですね、本を買ってくださったりして,、ね、してるみたいですので、えーまああのありが、大変ありがたいことだとは思っておりますね。で、まあ、この坂本さんですよ、坂本龍一は、まああの、もちろん、昨日、あのと谷原伸二が亡くなってね、だから70代にミュージシャンが次々亡くなっていくって感じがあって、まあ、それがなかなか、あの、 辛いところではありますね。今日はまああの在津一郎さんがね89歳で亡くなったっていうのがまああのあれですよね、えー、ピアノを振って「ちょのコマーシャル、まあ、関西でしかやってませんけども、えー、まあ彼が心臓心不全で、えー、亡くなったようなんですけどもねで、えー、坂本さんはえっと故郷を迎えて翌年の2023年の1月じゃないごめん3月28日に亡くなっ だからまああとぺ平もあれですよねだから谷村さんも72か3ですもんねだからまあ,あの割と平均寿命でうとかって短めなんですねこれね。 えー、僕の恩師である中川よねって判断の教授も71数えてねだったと思いますし僕の祖父母方の祖父その祖父ですねじいちゃんですねもう、えー、やっぱり69ぐらいですかねで亡くなりましたから意外と、まあ、早くにみんな亡くなってるなと思う一方で、まあ、その年でもうすでに何かやり遂げてるって感じありますよねこう坂本龍一にしても、えー、谷間晋にしてもそういうとこありますよねでやっぱ坂本さん亡くなったからっていうのでもないんですけども、えー、こういう形でね えーまあ、例えば「闘病気的な僕はあと何回満月を見るだろう」なんてね,ねこれは雑誌の連載にもあったんですけども「えー、新潮っ雑誌の連載にもあって、まあ、聞き手がいてこの聞き手にそういう話をするっていうことがありましたね、うん、そこからま,まだ出たのこれ新刊ですから、えーま、もう出るのかまだ出たないか分かんないけどあの松井茂さんっていう、まあ、あの僕の大学の同僚なんですけど同僚の先生が詩人でもあるんですがまが、あ、坂本一のメディアパフォーマンスだちょっと見にくいですかね メディアパフォーマンスんてこういうい本をまあ出されるみたいですねこれはあの実験音楽っていうかあの音楽の川崎浩二さんって方と一緒にやられるみたいですね。であるいはまあ,あのこれ文庫本でも出てますけども、えー、ちょっと拡大できない。こういうね「えー、音楽は自由にする」と「音楽は自由にする坂本龍一ちゃん」って本もあってですねこれちょっと見えにくいですね。 こういうのも出されてるわけですね。まあ、こういうい本を紹介する時間はないって言いながら実は紹介してしまうんですけど、まあ、それはなぜかというと坂本さんが亡くなったあとやっぱこう次から次へとあとまあちょっと表紙はなんですが「ユリいカの来月ですね実は12月号2023年12月号は坂本龍一の特集になりますね、えー、ということもあるしまあ坂本龍一とは誰かとかね坂本龍一音楽の歴史なんて本当か。 あるいは、龍一五位とかまあいろんな本があって、坂本一の関連文献は多いと思うんですけども、まあただ、この坂本図書っていう本はですね、まず想定が非常に地味であるってところはいいですね、好感持てますね。それから何がいいかって、これね、必ずね、こういう、例えば、ジャック・デリダンって書いてますね、で多分デリダンの本を紹介するんだろうなと思うんですけども、文章を書いてあって、何の本を紹介するかわかんないんですよね、わかんない、わかんないの書いてあって、それ最後に、ああのこの、 書いた文章の最後に例えば法の内からなんていう、まあ、非常にデリタ難しい本なんですけども、えー、こういう本だってことが紹介されるとこういう感じで、えー、全部36冊だったかな何冊かが全部こうやって紹介されてるてことありますで後でまああの対談編者との対談とかなんかがありますし後にはこの本のねこういうまあ書影というかね本の写真ですねそういうものが全部こうやって載ってるわけですねこうやってねでまあもちろん言うまでもなく坂本龍一のあの お父様は坂本和樹さんという有名な編集者で、まあ、和樹さん自身の本もまあちょっとあるんですけどもあのち,ょちょっと時間あったらいいかな。か和樹一ね。まあ龍のお父さんが亀ってことですね。まあ非常に縁起がいいんですけども、えー、まあこの方のこういうあの本がありまして、えー、こういう伝説の編集者坂本和樹とその時代なんでね。 織、まあ、田作之助とかあるいは、えー、三島由紀夫とかねまあ次々いろんな作家の本を出した人ですね。 三島由紀夫に花盛りの森を描かせたのはこの人ですよね。えー、ということもあったりして、まああのまあ、非常に優秀な編集者で次々と文学者を出した大西巨人とかね、まあ、すごい作家をあの輩出した編集者でもあるんですね。だからお家にはいっぱい本があったみたいで、そのこともあるので、坂本さんがこの,あの坂本図書の中で紹介する本というのは、意外と文学書っていうかな、そういうものがあの多くあるっていうのは特徴的だと思うんです。だからそういう意味では、坂本龍一だから音楽の本がいっぱい出てくるっあると思ったら、 えー、結構とんでもなくてですね、えー、まあ、そういうのがありますね。あの例えば、これからまた紹介するとも、伊豆敏子の意識と本質であるとかね、えー、そういう本とか、えー、まあ、あの、教典の無門館であるとかね、えー、こういうものが紹介されたり、あるいは、えー、なかなかないと思うんですが、お長い花風のひよ,ひより桁。 これなんでこれ文庫本でこの古い本が紹介されているかというと、まあ、坂本さんのお家にもあったんでしょうけども、坂本さん自身はその古本の香りが好きだっておっしゃってますね。だから、あえてこういうの古本で買うんだみたいなこと言ってて、でだからこういう古い本がいっぱい並んでるんじゃないのかなっていう、えー、気がしますね。えー、不合理由に悪いシーズンという羽根豊かな本とか、えー、あるいは石川淳の本とかですね。異彩風画。異彩というのは石川淳のペンネームですね。配合、野号ですね。 し、えー、てこういう本なんかも、えー、全部古本のままこれは石川銃の禅宗にも当然入ってるんですけども、えー、こうやって集めてますね、まあ、漱石とってですね特に漱石の公人ですけどこれは全宗の八巻ですね、えー、これも普通新庄文庫とかなんかであればすぐに手に入るんですが、えー、こういう本そのものをこんな集め方するってところも 非常に特徴的ななことだなとだ思いますね実は対談とかなんかそれほど面白いもんじゃありません。あのなんかただ聞き手になってたけど対談という意味はなくてただあの坂本さんにいろんなことを聞いてるてだけですからあまりその辺はあのなんていうのか重要な話にはなってないんであまりこれは読んでもしょうがないと思いますが、まあ、実にたくさんの作家の本が 次から次へと紹介されていて、それで坂本さんの言葉で書いてあるこれ優しい言葉なんですね、これね。まあ多分原稿を書いてらっしゃると思うんですけども、えー、話し言葉で書いてるような、まあ、非常に分かりやすい言葉で書いてあって、でこの坂本さん、僕はその影響を受けて、この書の一冊これからもあのリニューアルで、新興書の一冊って感じで始めたいと思うんですけども、あのやっぱりこの本、その本そのものについてというよりも、その作者についてとかね、あるいはそれ以外の,あの書いたものについてとか、えー、そういうことについてまとめてるっていうのがあるので、そこがまあ非常にこう、 参考になるなるって感じがしますでまあ映画に出たこともあるんで大島なぎさんの本であるとかあるいはその師匠の黒澤明の本であるとかねあるいは李由不安、久喜修造、えー、福岡新一福岡新一っ彼とは仲いいみたいですけどね、えー、まあそう平行形のねが、まあ、もちろん竹光と竹光さんは NHK では竹光とは苦手だったんですよね平えなんて感じのことを、えー、昔言ってたのを思い出しましたけどもやっぱりそれでも竹光さんの注目とはかり合え,え,えるほどにって本がありますけども えー、その本なんかのことについては非常に厳密に書いててでやっぱり武見さんの好きな音だとかとかね武見さんの音楽活動とかいうものを非常にこうリスペクトしてますね音を沈黙と測り合えるほどになんていう本があって武見さんが前書にも入っている著作書に入ってる一巻のやつですかね、えー、こういうものをちゃんと紹介してますですねだからやっぱ本もそのものじゃなくてその本の作者のメンタリティというかな、まあ、そういうところ精神性というかそういうところにまで落ちてい,降りていって、まあ、そういう本を紹介しているってことありますね あるいはタルコスキーとか奥野立夫とか放射線とかエドワード・ヤンとか中上検事ジョン・ケージですね斎、えー、藤浩平なんて新しいですよ村上龍今西金次でミハエル・エンディワ石川淳とかね、えー、岡田明夫とかまあ大倉健事大倉健事なんてね人間国宝になった鼓の方ですけどもこの方なんかの本が、えー、紹介されていてまあ、実にあの面白いあの並びになってますね。 でこれはさっき申し上げたようにこの本,本が最後に出てくるということで何の本について書いてあるのかまずよく分かんないですね。えー、それがまあなかなか面白いということがあってでそういうのが書いてあるてところがまあ結構面白いですね。 大倉健次郎さんのやつは脳からひも解く日本史っやつで、まあ、これはなかなか売れてる本である、脳学士の書いた本にしては、してはっては申し訳ない方だけど、売れてる本なんですけども、えー、そういう本を紹介しているってこともありますので、僕自身もだから今回、まあ、今回これはサンプルみたいな感じで紹介させてもらいましたけども、えー、これからはまたちょっと続けてですね、えー、ちょっと集中講義っていのは3日間とか4日間でまとめてやるってなのあるんですけども、こう集中配信ってやりたいと思います、ねまあ、これぐらいで終わりますからすぐ終わるんですよ割とね。 これから僕は読書会があるんです,すぐにはまた連続にできませんけどもだからちょっとこれは、えー、と400、えー、何冊目9冊目になりますから、えー、まあこれからちょっと23冊はまとめて話してそれをまとめて発信するっていうのをやりたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでもう15分経っちゃいましたね、えー、早く終わりましたねアイデア君が来ましたけど。 捕まえられないね。はいということで、じゃあ、あの今週のの、えー、400、何冊目か分かりませんけれども、6月以来のやつを終わらせていただきたいと思いますね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、また来週もよろらしくて、次回もよろしくお願いしますはい失礼します。